さんこんにちは、レイナです。今日は鳥貴族に来てます。有名な居酒屋チェーン店ですね。僕らもよく来ます。ヘビーユーザーです。もうヘビーユーザーだよ。他の居酒屋よりもここが一番多いと思う。で今日はその大好きな鳥貴族の動画を撮りたいと思います。やりましょう。早速メニューでございます、はい、メニューありますね。本当にいろいろあって、でこの鳥貴族の一番すごいところ、外国人から見たらすごいところはこれだよ。全部同じ370円税込みです。全部同じだからね。飲み物も食べ物も、あのもちろん焼き鳥もそうだし、あの他のメニューとかも全部この値段をするのが本当にびっくりした。今は、ね、慣れてるけど外国人にはありえない。外国でこういう均一でってないんだ。ないと思う。なんか食べ放題の回転寿司とかはあったりするけど、うん、食べ放題じゃないけど全部同じような値段をする。だからここは、まあ、いっぱい食べても安いということ。レナが爆食しても安いということです。レナが爆食しても安いということです。だから我々は2週間以上来ます。1回は来ます。お酒も飲みたいし、美味しい食べ物も食べたいし、でそんなにめちゃめちゃお金も使いたくないので、まあね、レナさんの胃袋がでかすぎますので。ではでは早速飲み物メニューからです。まあ、いろいろあるということだね。私これ、まあ、だろうねビールです。あの370円のプレミアム、プレモルすごいよね。これもっと奇跡だよ。メガビールもあるからね。金麦だけどね。そう、同じ値段のこれぐらいの、あ、370円、どういうことですか。もうやばいよ日本は。スピードメニューから注文します。スピードメニューは本当になんかすぐに来るからめちゃめちゃいい。キャベツと、あ、ちゃうごま油の方やって。いや、ごま油だよ今。ごま油、あ、ごま油。私はもう慣れてますよ、ここよく来てるので。枝豆かきゅうりか何がいい。両方かな。両方、オッケー。1分とかで来る。はい、焼き鳥も今頼みました。頼む前にもこれが届いてたから、本当にもう時計を見たら1分とかかかんないぐらいで、キャベツと飲み物、すごい本当にこのお店。乾杯。はい、これ本当に美味しい。はいはい、これ大人のジンジャーエールだから甘くない。あ、ジンジャーエールですか今日は。辛い。そう、あ、そっか、今日は飲みません。はい、というか後で、お肉と一緒にタカのビールいただこうかなと思って。大丈夫だよね。すぐ人のやつ取るからね、この社長。人のビールの方が美味しいということは聞いたことある。はい、はいはい、ジャイアンです。はい、そこでエバ豆が来たの。枝豆も速攻できました。もちろん、このキャベツはもう大学生の私、昔すっごいありがたかった。何も飲んでないのにありがたかった。はい、合ってます。当てた。よかった。日本語はまだまだです。キャベツは370円なのに代わり無料だから。そう、これおかわり無料だから、ね、370円でキャベツ食べ放題。キャベツだけでもいいよ。え、1個話していい？あの大学生の時にお金がなくて、私たちはでも出かけたかったので鳥貴族に行って、そこにキャベツを注文、4人で行った。キャベツを注文してワンラウンドの飲み物を注文して、うん、まあ、30分とか1時間ぐらいそこに行った。マジ？そういう話はあります。迷惑外国人じゃん。はい、ちゃんとお金も頼め。いや、お金がなさすぎて。まあね、お金ない時にありがたいよね、だから、ね、はい、そう、本当にそうだよ。はい、いただきます。ごまの本当にめっちゃ美味しいね。なんか日本人めっちゃキャベツを食べるでしょ。食べるね。あのいろんなことにキャベツついてるでしょ。そう、お通しとかでも出てくるしね。あのあとはあのサイドメニュー、その、うん、とんかつとかと一緒にキャベツが出てくるとか、それドイツに全くなくて、おつまみとかサイドメニューにキャベツを食べる習慣全くなくて。日本独特ってことだよね、うん、そう。で本当に美味しい。日本のキャベツもなんか違う気がするよ。本当に美味しい。ここ焼き鳥屋さんですけど、もうなくなりましたよ、もうほぼ。他のスピードメニューも美味しいけど、だから本当に定番的な感じ、なんかもう、まずいわけない。キュウリはどこでも美味しいって感じ。あれどうしたんですか社長さん、メニュー持って。キャベツ追加食べちゃいます。
1本目来ました。1本目というか2本目ね、ハート、うん、そう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 、いつも全部2本で370円、だから1本は185円、計算できないので玲奈さんは計算が苦手です、はい、185円は安いか高いかって考えるとそんな安くないかもしれない。確かに今考えると185円って言われると安いのかな。あ、でも量が多いでしょこれ、結構大きい。あ、はい、ありがとうございます。来ました、ビール、ビール来ました、2杯来ました。なんでこれを注文したかというと、ちょっと飲み比べをしようかなと思って、味がどうかなと思って。ただ飲みたいだけですこれは動画のためです。ちなみにこっちが生中、はい、これメガジョッキ、すごいよね、プレモルと金麦。あ、来ました、キャベツ、おかわりキャベツ、おつくねチーズも来た。それ私は大ファンだよ。つくねチーズはちなみにあのネットによると一番人気のメニューだよ。あ、そうなの。そうだね、面白いね。ドイツ人がビール片手に両手に持ってじゃあちょっとハツ食べます。これも人気メニューの一つです。ハートだからね。タレがめっちゃ美味しいよね。このそう、味付け最高やん。と力族のタレのあれが全部美味しい。ハートは本当に美味しいね。でもドイツでないよね、こういうねハートとかって出てくるのかね。昔はそのチキン、特にチキンはこう丸ごと売ってたから、うん、こう内臓系のチキン、ハートとかそういったのが好きな人もいたけど、今はあんまり食べられてない。今はあの足と手羽と ももと胸ぐらい。じゃあこのメガジョッキ、ドイツ人ザって感じだよね。じゃないけどこれなんか足りない気がする。金麦だからじゃない。ああそういうこと。もう私もなんかビールのあれ、レナがどんどんビールが好きになるかもしれないよ。やっぱりこれの方がいい。死にそうになってます続きまして、私の一番好きなメニューはあの結構人気メニューでチーズつくね、ま、もうチーズがついてるものが大好きだから、ね、うん、味が濃くて食感が良くてチーズが伸び伸びだし、もうこの組み合わせ本当に抜群。皆さん、トリキ族に来る人はこれ必ず注文してください。レナの一押しです。レナの一押しです。もう食べ終わったよ。もちろん。なんで？ちなみにこれはレナさんですね、はい、次も来ました。これあのメニューの一押しだよね。貴族焼き、そう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 、もものタレです。はい、これまさかのまさかも370円でしょ。そう、 これこんなでサイズ、この皿、ここからこうあっちまで来るよ。パンパンで、パンパカパンだからね。レナのお腹と、なんもないですあはと思ってましたよ間違えましたこれ美味しいよ、本当に。確かに絶妙な焦げ加減だよね、うん、桃だからすごいお肉柔らかいし、なんか本当にこのお肉の質がいいのがポイントかもしれないよ。ちなみにこの大きさ本当すごいよね。本当すごいよ。同じ値段とは思えない。思えないよね。ご飯を注文してこれを上に乗せてこれをドッグルにするのがめっちゃ美味しいと思う。焼き鳥丼、焼き鳥丼確かにうまいかも ね、さっぱりして。ちなみにさっきメニューで見たんだけど、野菜もお肉も全部国産って書いてあったよ。あ、書いてあった。やばくない？国産 100% って書いてあった。うん、本当にだからこれも全部日本で作られてる、あのすごい幸せなチキンだったっていうことだよね。レナに食べられる幸せなチキン、そうやな私に食べられるチキンは絶対に幸せだよ。あ、そうなの社長がずっと枝豆食べてます。野菜はあのヘルシーでしょ。あとチキンもヘルシーでしょ。プロテインヘルシーでしょ。まあ確かに、うん、ヘルシーじゃないのがこれ。あれ俺の
もう枝豆にビール飲み始めたらマジで親父やん。相性がいい。ガチ親父じゃん。来ました、これね、山芋鉄板焼き。そう、私たち2人とも食べたことない。今メニューに置いてあって超うまそうだったから。食べ方わかる？これ混ぜた方がいいか、これ生卵もあるか。卵を混ぜて、うわうまそう。レナちなみに山芋そんなに得意じゃないよね。ネバネバ系。ネバネバを見食べれますかね。うん、見てるところでなんか俺からしたらめちゃくちゃうまそうだけど。まあね、まあ、焦げてるのがいいよね。うまそう。気をつけて、熱そうだ。いや美味しいよこれ。あ、うまい。うん、あのじゃがいものピューレみたいなのがあるでしょ。じゃがいものピューレ、こっちはあるよ。あ、そうなの。日本にはないわ。そうなの。ごめんごめん。そんなおしゃれ なそんなおしゃれなメニューないよ。じゃがいものスープってこと。のじゃがいもムースってこと。ムース、あのマッシュポテト。あ、マッシュポテトね。じゃがいものピューレは伝わらんわさすがに。そんなおしゃれでしたっけこのおやし。山芋マッシュってことね。マッシュ あの鉄板で焼いた感じ、おいしい。静かになったなと思ったら、注文のタブレット持ってます。いつもそれだよね。私はあの新しいものに集中。ちょっと喋るの静かになったなと思ったら大体注文してます。これを注文したい。鶏白ゆめタイタン、読み方が分かりません。タイタン麺かな。続いて来ました、これです。これです。これはあのさっきの桃のタレと同じの桃の塩。食べ続けたらタレがちょっとくどくなるよね。だから塩に変えるとさっぱりだからね。さっぱりして食べ続けられる。食べ続けること前提で語ってますこの女。美味しいから言うと、この夏の暑さの中で塩はめちゃめちゃいいよね。さっぱりするから、塩分がまた体に入ってくるから。あ、確かにね。あと野菜も取れて、タンパクと野菜でしょ、非常にヘルシーでしょ。そう、焼き鳥ってヘルシーだよね、そう考えるとね。ビール飲まなければね、タカさん。まあビール飲まな、まあ確かにビールで全部崩壊するね。いいです。あれ、また俺のビール持ってったよ。これ多分、うん、タカの一番の残りを飲むのが、うん、一番美味しいところだよ。でもこれを俺が途中まで飲んだか、レナが全部飲んだか、信じるか信じないかはあなた次第です。締めにラーメン、これチキンラーメンでしょ。めっちゃうまそう。おー、美味しそう。私たちはこれ初めて注文しました。締めを食べるほどの余裕がなくて。めっちゃいい香りする。めっちゃ美味しい。麺がもっちりで、スープがチキン塩系のさっぱりスープ。すごいね、香りが来るもんこっちまで。これ普通にラーメン屋とかで出してもいいぐらいの美味しさ。おほう。回転寿司屋とかでラーメンを注文したら、ね、なんか物足りないという感じはするけど、ここのこれは本当になんかあの鶏のお店が鶏のラーメンを作ってるから、本当に味が深くて美味しい。で麺がもちもちで美味しい。これすごいね、こんないっぱい食べて最後締めのラーメン食ったらさ、もう太るやつやん。あの日本のサラリーマンの親父がさ、飲み会の後にさ締めのラーメン食べに行く文化知ってる？鳥貴族さ一軒で完結する ね。飲んでラーメン食べれて。そっか、それ便利だよね。ここで完結する。それ便利だよね。本当にこれ美味しいラーメン。止まらんやん。いや止まらん。まだ食べてます。止まってないからね、箸は。多分食べきると思うよ。まだ食べております。お腹いっぱいと言ってたけど。めっちゃお腹いっぱい。今手に何持ってます？手に何持ってますか？買うもの。すごいね。お腹いっぱいと言いつつ、枝豆を永遠に食べてます。え、枝豆は違う。あ、枝豆は何？魔法の種みたいな感じ？魔法の瓶子。そうそうそう。見てこう見たらもう親父だよね。あれだよ。お腹はもうこう座らないとお腹のスペースが足りない。あ、お腹が出すぎてまっすぐ座らない。それ重症患者です。
ごちそうさまでした。飲みましたね、社長さん。タカタカタカノンアルコールレナ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 です。そんなことないよ。お会計のお時間です。そうだね。これはまたゲームしましょうか。いくらだと思いますか。俺は4500円。4800円。そんな安くないでしょ。めっちゃ食べたよ。食べたね、確かに。気持ち悪くなるぐらいまで食べたので、ね、お腹いっぱい食べたね。7000円。レナ7000円。俺4800円。6500円。悩んでおります。悩んでおります。はい、ちょっとじゃあお会計から遠い方が払います。そうだよ。はい、多分ここで会計をして。レナが6500円、俺が4500円。5550円。ちょうど間、どうする。レナ何で言った。6500円。タカが4500円。これが5500円。俺のが50円遠いんじゃない。レナが近いわ。そうだよ。俺4500円だから1050円。でも同じぐらい遠かったね。同じぐらいだね。全く知らなかった。この50円邪魔だな。でも1人2775円だよ。安くない。安っ。バカみたいに食べたよ。いや、めちゃくちゃ食べたよ。飲んだし。そうそう、本当に鳥貴族は安くて美味しくて早くて国産のものだし、もう全部もうフルパッケージだよ。ということで今日のお会計はレナだよね。タカのおごりでーす。タカさん、ごちそうさまでした。払ってくれてありがとうございます。はい、美味しかったです。料理美味しかったです。部下が払うという。部下が50円のおかげで払ったらもう嬉しいです。50円の差で負けました。嬉しくて今日ぐっすり眠れますね。そう今から帰って。社長のくせにな。そうだよ。皆さんの鳥貴族の一番好きなメニューはコメントで教えてくださいね。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。